カムナ様、訓練を受けた武士の6割が負傷し、式神の消耗も予想をはるかに超えています。それに外界の情勢が安定してきた今、我々が究極の武芸を追求する必要はあるのでしょうか。どうして恐れる？小生はとっくに分かっていた。春之助、はっきり言うが彼女はもう戻ってこない。小生はただ彼女の高台を助け、この領土を守りたいだけだ。滅すべき対象がなくなり、守るべき人も平和を得た今、我々の使命は終わったと言えよう。小生は時が許すなら一生ここで守護し続けられるとずっと信じていた。このような言い方は小生自身を危うく騙してしまうところだった。お主は決して小生のようになるなよ。安心してくれ春之助、僕は分かっている。君が稲妻のためにしてきたことは他人が意味を与えていいものじゃない。そして僕の存在もそれと同じ。当初お主に霊性を注ぎ込み、人の感情を理解できるようにさせたが、やはり正解だった。結局小生を啓発してくれたのはお主だったな。明日に睾丸あってセロに誇れども、夕べに白骨となって高原に朽ちぬ。いい言葉だ。これでもう小生に心残りはない。我が友式大将よ、自らの使命をよく果たしてくれた。もう待つ必要もない。小生は新たな意味を求めて再び出発する時だ。これでさよならだ春之助、どうか安寧であれ。全てを思い出した。春之助に見放されたわけじゃない。僕は彼を説得し、彼と一緒にこの心の迷宮を出たんだ。春之助は僕を見捨てたわけじゃない。僕と血録怨霊寮に対し、春之助は美しい願いを持って、武士たちは精一杯鍛錬し、その鍛錬も少しながら効果があると証明。僕たちが修行に奮闘していた時、みんなの努力が突如として不要なものになった。全く想像できない。僕は混乱し、落ち込み、全てを疑った。しかし僕たちの作った結果、僕たちの払った代価、いずれにしても春之助と武士たちの望んでいた目標は達成され、武士たちも精一杯訓練する必要、それはもともと祝福すべきことだった。だが春之助は情がありすぎたゆえ、守護は我々の共同の願いだった。春之助はみんなを守ろうとした。春之助の最も満足する造物として彼は僕に言っていたよ。新たな意義を探しに行くと。1ヶ月かかるかもしれないし、1年。来る日も来る日も待ち続け、僕は深い眠りについた。はぁ。春之助よ。君はもう戻っては来ないだろう。そんな悲しむなって。カムナ春之助は、あんなに強い戦法を学んで陣痛だって身につけてる。みんなもう決めたよ。春之助がこの世にいてもいなくても、僕は彼のために生きるのはやめる。君たちに会ってから一つ学んだことがある。信じることだ。春之助は自分の道を歩んでいる。僕はこの世に生まれ落ちた時から、僕たちは孤独の果てに向かって歩んでいる。僕たちの使命が長い旅によって終わることはない。春之助のやった全てに価値がある。そして僕の意義こそ僕の使命なんだ。我こそは武人を補佐する式神が長式大将。この血録音容量不変の領主。我が責務は武人を補佐し、武道を極限まで鍛え上げる者に手を差し伸べること。世の中にはまだ高き山を登る者が必ずいる。僕はその山々の綱となり、彼らの武器となり、彼らと共に頂へ向かおう。よし、その意気だぜ。記憶が完全に戻った式大将はなんだかすごく頼りになる感じだな。すでに血録音容量は再び制御した。今後鏡の魔物が逃げ出すことはない。あと何日かすれば巫術の力の脈略を整理し、血録音容量を元通りに戻すことができる。ここは予測不能でありながら安全で頼れる試練の地。今後は僕もここをずっと守護し、武道を極める者に最も効果的な試練を与えよう。天領奉行もそろそろ秘境に入る頃合いだ。彼らが来たら僕が今回のことを詳しく説明する。わかった。つまりオイラたちは後処理をしなくてもいいんだな。君たちのおかげで僕は真の自分を取り戻せた。少しばかりの礼を用意した。みんなの恩とは比べ物にならないが。拓本？彼のことは式少将と呼んでくれ。式少将は他の拓本と違い、大陸のどこにいても僕と連絡を取り合える。血録音容量を離れれば彼は式札と巫術を使うことができ、彼を連れて各地を渡り歩けば。式大将の口調がしんみりしてきてるぞ。おい、そんなしょ。それに旅人と九条沙羅さん、北斗さんのおかげであたいが稲妻に来るのもそこまで難しいことじゃねえ。信玄さん、それは君の時間を取ってしまうことになる。聞くが、ロックはどうだった？ロック、僕にとっては非常にいい音楽だった。それだけで十分だ。あたいは音楽の良さを知っている人にしか。みんなよく聞けよ。え、ここで曲を弾くのか？この曲にこんな心震わす部分があったなんてな。あ、講師はダンスができるんだろ。あいつと一緒にちょれ。おーい、講師、どこ行くんだよ。逃げる？俺はただ休憩する場所を探して考え事をしようとしていただけだよ。旅人、俺が調査していたことを君に教える時が来たね。やっぱり鋭いね。今回はすごく楽しかった。正直稲妻はかなり好きだよ。もともとはこの秘境が残氷と関係していると思いここへ来たのさ。神の心を持った残氷は俺たちと連絡を絶った。これにはおそらく何か裏がある。だが残氷がこんなことをするのも俺は全く予想していなかったわけじゃないよ。あの心はもう少し泳がせておこう。いつかどこに行ったのかがわかる。ほんともう少しここにいたかったね。長く滞在すればするほど次に会った時の喜びも大きくなる。夜空の星のように君はいつも多くの驚きをもたらしてくれる俺の相棒。